あれ、なんだろう？お手紙が届いているよ。拝啓、ボイボ寮の皆さん、こんにちは。春風の気持ちいい季節となりました。お元気にされているでしょうか。元寮生の青山流星です。さて、来たる4月22日は僕の誕生日です。つきましては、ささやかながら僕の自宅で誕生日パーティーを開催したいと考えています。美味しい料理をたくさん作って待っています。ぜひ皆さんで遊びに来てください。敬具。あ、流星くんからだよ。久しぶり。お誕生日会のお知らせだね。嬉しいな。ワク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 。つむぎちゃん、それ行くつもりなの？はい、キマッチは行かないの。ボイボ寮の皆さんって書いてあるよ。そうだけどさ、つむぎちゃん、あのね、正直に言って流星のやつ最近あんまりいい噂を聞かないよ。私は少し距離を置いた方がいいと思う。どうして？流星くんはお友達だよ。少し前まではこの寮で一緒に暮らしていたんだよ。そうだけど、でもさ、流星が寮を追い出された時のこと覚えてるでしょ？覚醒剤、そして思い出したくもないけど女性への暴力。うん。でも流星くんはちゃんと刑務所で罪を償ったんだよ。自分の罪を認めてさ、反省して更生したんだよ。だから出所できたんだよ。更生ね。つむぎちゃん、厳しいことを言うようだけど、人ってそんなに簡単には変わらないんじゃないかな。表面上は一時的に真面目にやり直しているように見えてもね。人づてに聞いた話だけど、あいつ最近また怪しい連中と会っているらしいよ。薬でも買っているんじゃないかって噂だよ。嘘だよ、そんなの。証拠はあるの？いや、私は話に聞いただけだけどね。こら、証拠はないじゃん。ひどいよ、そんなので人を疑うなんて。流星くんは純粋に誕生日をお祝いしてもらいたいだけなんだよ。前科のある人を偏見で拒絶していたらどんどん孤立していっちゃうよ。せっかく更生してもまた変な方に走っちゃうかもしれないよ。最初の事件だってそうじゃん。近くにいた私たちにも責任はあるんだよ。流星くんの孤独にもっと早く気づいてあげられていたら、流星くんも引き返せたかもしれないし、ずんだもんちゃんやもちこちゃんも誰も不幸にならなかったかもしれないよ。そうかしら。つむぎちゃん、犯罪者に甘すぎるんじゃない？とにかく私は誕生会には行かない。だって怖いもん。悪いけどね。そう、わかったよ。アーシは一人でも行くから。そうすることで証明してあげるよ。人は何度でもやり直せるんだってこと。誕生日会の楽しそうな様子をたくさん SNS にアップするからね。そう、気をつけてね。私だってね、私だってつむぎちゃんの言うことが現実ならいいなって思ってるよ。でも現実はもっと厳しいものだと思うわ。そして4月22日がやってきた。ピンポン、ピンポン。はーい、ガチャン。つむぎちゃん、よく来てくれたね。いらっしゃい。あれ、他の人は伝える時間を間違えたかな？うん、なんかね、みんな来たいって言ってたんだけどね、偶然ね、どうしても外せない用事が入っちゃったらしくてね。今日は足だけなんだ、あはは。どうしても外せない用事？友達の誕生日よりも優先させる用事があるのかな？あは、あはは。すっごい運が悪いよね、こんなせっかくの機会に来れないなんてさ。ふん、まあいいや。じゃあプレゼントは？あ、うん、持ってきたよ。誕生日おめでとう、流星くん。何これ？何って？お花だけど。いや、それはわかるけどさ、花とプレゼントって普通は別じゃないか。もしかしてこれだけ
花しか用意してないの。うん、ごめんなさい、気が利かなくて。本当だな。でも、つむぎちゃんらしいと思うよ。昔から常識がないところがあったし。うん、ごめん。それで、他の人の分は。ふえ。みんな、来たいって言ってたんだろう。だったら、誕生日プレゼントくらい、買ってよこすはずじゃん。預かってないの。そうだな。ごめん、もしかしたら、アーシが忘れてきちゃったのかも。あはは、アーシ、本当にドジだからさ、多分、ゴイボ寮に置いてきちゃったんだよ。取ってきてよ。ふえ。楽しみにしてたんだよ。ほら、急いで取ってきて、今すぐ。今から？そうだよ、早く取ってこいよ。でも、さ、結構遠いし、片道1時間以上かかるしさ。忘れた自分が悪いんじゃん。バカじゃねえの。行ってこいよ。そうだ、お料理を食べようよ。お手紙に書いてあったもんね。あ、おいしそう。もしかして手作りのもあるの？おい、ごまかしてんじゃねえよ。早く欠席した連中のプレゼントを取ってこい。何度も言わせんな。うん。それとも何か、欠席した奴らが来たいって言っていたっていうのは嘘か。俺は嫌われているのか、その上嘘をつかれたのか。いや、そういうわけじゃ。本当にみんな都合が悪くて。チェ、なんだよ。そうか、そうか、そういうことか。みんなして俺を笑い者にしようってわけか。つむぎちゃんは俺をバカにしに来たわけか。そんなことないよ。嘘つけ、顔に出てるぜ。どうせあれだろ、汚い、キモい、怖い、底辺って思ってるんだろ。取り繕おうとすんなよ、もう言って。どうせ俺はシャブとレイプでパクられた犯罪者だよ。お前らみたいな均衡法制で恵まれた奴らとは生きている世界が違えんだよな。生まれた瞬間からずっとずっとな。畜生、グスグス、死ぬ気で頑張って損したぜ。生まれ変わるなんてどうせ無理だったんだ。社会の方が受け入れてくれやしね。グスン、グスン、畜生、悔しいぜ。そして寂しいよ。俺はずっと一人きりなんだ。流星君、キューン。涙を拭いて。流星君、あなたは一人じゃない。大丈夫。今はみんな少し戸惑っているかもしれないけど、あなたのひたむきな努力はきっとみんなに徐々に伝わっていくはずだよ。だからやけにならないで、一緒に頑張っていこう。アーシはあなたのこと信じている。だって大切なお友達だもの。流星君もアーシのこと信じてよ。いや、散々嘘をついておいて信じてとか無理だろ。どういう神経をしているんだ。いい加減にしろよ。ごめん。自分を中心に地球が回っているとでも思っているのか。だんだんムカついてきたな。つむぎ、お前マジでクソだよ。最低だよ。嘘つき、上から目線のいい子ちゃん、人をバカにしやがって。マジでムカつくわ。ぶっ殺してやるよ。ふえ。ちょ、やめて。何、こっち来ないで。黙れよ、このクソ女。ボコボコ、ボコボコ、ほら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 、ボコ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 、ボコ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 。痛い、やめて。誰か助けて。いやー、死ね。俺は、お前みたいな愛情たっぷりに育ちましたって感じの女が大嫌いなんだよ。ボコボコ、ボコボコボコ、ボコ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 。はあ、はあ、はあ、動かなくなったか。へへ、ざまあねえぜ。どうだよ、女なんて偉そうにしていてもこんなもんだ。男が本気で襲いかかったら何にもできやしねえの。ざまあみろ、クソが。へへ、へへへへ。